はい、皆さんこんにちは、マイニーです。今回はこれはセリアセリアに売っていた、ゴールドのネイルシールを使って、5本アート作っていきたいと思います。5本アートって言っても5本全部は取らないと思います。はい、それではどうぞ。じゃあ早速やっていきましょう。どういう風にするかまだちょっと決めてないですけど、5本全部には貼らないと思うけど、なんとなくやっていきます。はい、でこれね、バーコードはこちらで、使い方はまあジェルネイルに使用する際はシールを貼る前に未硬化ジェルを拭き取ってからご使用ください。そうね、はい。冷えてるとシールが剥がれやすくなることがあるそうなので、その際は手のひらなどでシールを温めてからシールを剥がしてください、はい、ということだそうです。じゃあとりあえずベースの色を、これどう、ダスティーブルーってどう、いい気がする。これをとりあえず塗っていきたいと思います。ちょっとね、爪が大きいな。かわいいこの色。まあ組み合わせる色はね、お好きなカラーでいいと思う。ゴールドだからシールが。模様をはっきりさせたいときはゴールドと全然違う感じのカラーを選んだ方がいいとは思いますけど。はい、じゃあ一旦硬化します。はい、では二度塗りをしていきます。まあセリアじゃなくて、セリアかセリアに売っていたのでセリアで全部やるんですけど、別にジェルがセリアじゃなくてもシールだからどんなジェルでもいいとは思いますけどね。だから皆さんのお好きなカラーでやるのがいいんじゃないでしょうか。まあ、セリアで好きな色があればそれでいいけどね。はい、じゃあもう一回硬化します。はい、硬化しました。それではまずはシールを出していきます。全然こうなんか、ふんわりも考えてないけど、どうなるかな。よいしょ。ゴールドスミスネイルシール、なんかかっこいい名前だね。こうか、あ、どっちでもいいのか。まあお好きな向きでだけど、私はこっち向きで貼ろう。なんかこれ好きなんだよな、私。なんかこう貼って、で上もちょろっと貼ってみたいな感じ、どうどうとか言って。なんかもう、それだけでいいような。まあいいや、とりあえず貼ろう。で、未硬化ジェルはなさそうな感じですね。あ、ない感じですね。はい、なので、まあこのままいきます。未硬化ジェルあんまないよね、セリアって。おお、ペラペラ。こう貼るかと思ったけど、どうかな。こう貼るか。あんまりギリギリまで貼らないようにお気をつけくださいませ。おお、存在感すごいね。ああ、でしっかりくっつければわかんないね、シール感が。まあよく見たらシールだなってわかるけど、どう、わーおー、すごい。でなんかこの辺ちょろちょろっと乗せたらいいのか。オッケーオッケー。これいる？はやりすぎ、やりすぎか。いやでもあっていいような気がするから乗せちゃえ。ちょっとこの細めのやつをね、ちょっとこれは見切れる感じで貼るからハサミがない、邪魔な、邪魔ってダメね、邪魔じゃないよ、余分なところを切る。であとはキュッキュッキュッと、でなんかちょっと乗せようかな、ちょっとなんか乗せようかなって思うんで、今ねこんな感じですね、乗せようかなって思うんでちょっとお待ちくださいませ。はい、なんか乗せようかなで結局これなんですね。私が選んじゃうのはこれをなんか乱用しまくってる気がするんですけどね、使いやすい、やっぱこういうちっちゃいつぶつぶみたいなやつは使いやすい。で毎回これと格闘している、私は転がっていくからいいんだ。こうやってちょっとこうやってここに集めとく、あのアイシングジェル、やっぱこのここがここのね隙間とかがちょっと気になっちゃうんで、なんか植物っぽいからちょっとここから取って、小中小中でのせるか、見えるかな、あ、こういう感じでいいんじゃない、こういう感じで。よし、じゃあこれで一旦硬化していきます。かわいいね、よっほ
硬化します。はい、硬化しました。いかがですか？とてもいい感じ。これはもうね、こんな感じで完成にしたいと思うので、トップを塗っていきます。ここのつぶつぶはまあトップ1回で埋めれるかなって感じです。はい、あっという間に完成しました。こうの方がいいのかな。こんな感じです。うん、なんかめっちゃいい感じになった。最初にやったのはこれね、真ん中のやつ、シール貼ってシールのこの端っこの方につぶつぶを乗せました。あとは1個ずつ説明をしよう。まずは小指と、人差し指のところは、このなんかチェーンみたいな、これね、これを斜めに貼ってます。でちょっとギュインって曲げて若干カーブさせたんだけど、ちょっと難しいから普通に斜めに貼ればいいかもね。こことここに貼ってます。で薬指、これがですね、今回初めて使いましたパーツです。ちょっとね、もう袋から出してつけちゃったんであれですけど、これに入ってました。これもセリアなんですけど、一つだけ入ってた、この1個入りで売ってました。なんかこういう感じね、いろんなあのパターンのやつがあります。でそれのうち、なんかこのシールに合いそうな形のやつを選んで貼りました。ただちょっとやっぱね、トキントキンしてるから、ちょっと凹凸が気になるところがあるかもしれない。こういうとことかね。はい、でパーツ乗せて、この上と下にこのゴールドのちっちゃいつぶつぶをこことここに乗せてます。一応ちょっとだけ雰囲気変えて、であとは親指か。親指はまあシールをこの上に貼って、どのシールだったかな、これか、これと同じ形のシールをこっち向きに、同じ形じゃないねこれと同じなんだけど、これの反対向きだね。こっち向きの形になってんだ。はい、左右反転してる形のやつをここに貼りました。はい、でこれもこの先端のところにつぶつぶを、中くらいのと小さいのを乗せてます。じゃあ爪に貼ってみるか。はい、開けてみました。どうですか？なんか暗いんだよな。あ、これでいいのかめっちゃゴージャスこんなにゴージャスじゃなくてもいいよっていう方は、まあ料亭ブルーとか、まあラメのグリッターとかね、ゴールドでもいいんですけどにして、このアートを全部10本にばらけさせてください。こことここはね、左手にやって、他のこの3本はこっちにやってっていう、ワンカラーだけのところがあったりっていう風にする感じでもいいんじゃないかなと思います。あとはまあね、このパーツいらないわてはなくしてみたり、この親指みたいに片方だけこうやって乗せてみたいな感じにしてもいいんじゃない。なんかお好きな感じで貼ればいいんじゃないかなと思います。今回はなんかふんだんにやってみようと思って、すごいゴージャスな感じにしちゃいましたけど、かわいいね。でブルーだとちょっとね、クールな感じなんで、まあ何でやるかな。あとブラウン系だともうちょっとシックな感じになるのかな。あとボルドーとかでもいいのか。まあなんかいろんな感じで楽しめそうな気がします。どう？結構好き。私結構なんだかんだ親指が一番好きかもしれない。このさりげなさ、さりげなくはないか、適度な感じ結構好きかも。かわいい。はい、ということで今回はこちらのシール、ちょっとねメタルアート、違うミラーアートみたいな雰囲気になるシールを使ったアート5本セットをやってみました。皆さんもぜひ試してみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。